標準化という用語は文脈によって様々な意味を持つ。標準という用語には、総合運用のための広く合意されたガイドラインという意味が含まれ、標準化はそのような標準を確立する過程を指すのが一般的である。社会科学や経済学では、標準化の考え方は協調ゲームの解放と近い、それぞれの利害関係者がそれぞれに何らかの利益を得つつ、 全体として一貫した決定に到達する。標準化は、より良い選択をし、その選択結果を標準として批准する過程である。なお、実における、標準の定義は次の通りである。関係する、人々の間で利益または、利便が公正に得られるように、統一し、単純化を図る目的で、物及び物以外について定めた取り決め。実 Z8000 に、2006工学や、 産業の分野では、標準化とは市場にある数々の仕様の中から、標準あるいは規格とされる技術仕様を確立する過程であり、市場の競争原理を阻害することなく、利益をもたらすことが期待される。また、例えば製紙業界が消費している森林のような貴重な資源の有効利用を図るための機構と見ることもできる。例えば、ヨーロッパでは電力は230ボルト、 5 0ルツの交流であり、携帯電話は GSM、長さの物理単位はメートルである。イギリスはビジネス用途でのメートル法の使用を公式に承認しているが、一般にはヒートとインチが未だに使われている。社会科学では、標準化とは様々な標準を確立し、人々やその相互作用や事件などを扱う効率を改善する過程を意味する。例えば、 司法手続きの定式化、精神病診断の改善などが含まれる。この意味での標準化は、社会の近代化、官僚化、同質化、集中化のような大規模な社会的変化とともに議論されることが多い。ビジネスにおける情報交換では、標準化とは特定の文法を使った、特定のビジネスプロセスのためのデータ交換標準を開発する過程を指す。 このような標準は非 AD の標準化団体が開発することが多い。デファクトな標準とは利便性のために多くの人が追随する標準であり、デジュリな標準とは契約条件など法的な理由で使われる標準である。政府機関は多くの場合公的な標準化団体が策定した標準に従わなければならない。特定の市場では そのような標準の採用が必須条件となることもある。これを業界標準という、インターネットに関する技術仕様の多くは、デファクト標準である。企画という用語 ISO などの機関のものとしておくため、W3C は、韓国歴期メンデシャンズという言葉を使い、IETF は、リクエスト・フォー・コメンツという言葉を使う。これらも、実質的には標準に含まれる。標準には、 オープンなものとプロプライエタリーなものがある。ISO の定義では ISO 規格は国際的な技術の互換性確立のためのフレームワークを提供する技術的合意であるとしている。詳細は標準化団体を参照国際標準は ISO、IEC、UPU、ITU などの国際的な標準化団体が策定し保守するものである。また、 製造業における組み立て品、製造品質の国際標準化団体として IPC があり、多くの関連国際標準団体と連携している。地域的な標準化団体としてヨーロッパでは県、セネレック、ETSI などがある。他の地域でもアメリカ標準化委員会、太平洋地域標準化会議、アフリカ標準化機構、アラブ産業開発、工業機関などがある。 より狭い地域の標準化団体としては、メルコスールの標準化団体、カリブ共同体の標準化団体、東南アジア諸国連合の標準化委員会などがある。さらに一般に国ごとに国家標準化団体があり、各種国際標準化団体に国の代表として参加している。NSB は公的機関の場合もあるし、特定の業界の企業が集まった業界団体の場合もあり、 その中間的なものであるが、実際の 3GPP 標準化会合には、エリクソンや NTT ドコモ、インテルなどの企業が当該国の標準化団体の代理人との立場で参加しているもある。NSB の例では、カナダメキシコアメリカ合衆国の NSB はそれぞれ、SCC、DGN、アン氏である。SCC は、カナダの州営公社、DGN は、メキシコの政府機関、アン氏は、 政府と企業が共同で参加する非営利組織である。ある NSB が公的か私的かの判断をするには、歴史的経緯やその国の経済状況などを考慮する必要がある。日本においては、統計法に基づき指定統計、承認統計が実施され、政府として公式のデータの調査公表を行っている政府統計の整備により、 標準化活動のレベルが評価することができることとなり、重要な役割を担っている。しかしながら、企業等の特許活動に関する統計は整備されているが、標準化活動に関する統計の整備は不十分な状況である。2008年度より特許庁の実施する承認統計である知的財産活動調査において、 特許活動に従事する者の,のうち標準化活動にも参画している数を把握するための項目が追加される予定となっており、標準化活動に関する統計の整備が始まったところである。ありがとうございます。